さん、こんにちは。はじめまして。私は11番の風です。出身は中国の上海です。今、USSD の学生です。私の専攻はコンピューターエンジニアリングです。趣味はアニメを見ることと料理をすることです。今、4年生です。でも、日本語を2学期勉強しています。そして、日本語の初心者です。どうぞよろしく。今日は私の一番好きな食べ物について話します。はい、これは私の一番好きな食べ物です。チキンウィングです。日本語で手羽先と言います。これはすごい食べ物だと思います。子供の時、毎日手羽先を食べた方です。今まで飽きたことがありません。だからたくさん手羽先の料理を食べています。一番好きな味はレモンペッパーと、唐揚げです。そしてバーベキューもいいです。私も自分で手羽先の料理を作られます。自分の家で特別な味を作ります。今まで醤油と塩の手羽先を作ったことがあります。美味しくて、とても楽しい料理です。パーティーのためにいいです。みんなの一番好きな食べ物になります。そして勉強の後にもいいです。勉強の後食べて、すぐ元気になります。でも、私の一番得意な料理はチキンウィングスープです。これは私のスープじゃない、 Google の写真です。でも、私のスープは、ほとんど同じです。作ることは簡単ですから、週末に時々作ります。美味しくて健康的な料理です。私のスープには手羽先ときくらげ、しいたけ、じゃがいも、生姜を使っています。麺と一緒に食べることができます。それも美味しいです。風邪の時この料理を食べて、早く元気になります。だからこれは、すごくいい料理です。以上は私のスピーチです。ありがとうございました。